私美濃麻里と申します。そこに長ったらしい名前のセンターの名前2つ書いてあってカタカナばっかりでちょっと非常に恐縮なんですけれど口噛みそうなので読みませんが、略してDBCLS っていうところと NBDC で、 NBDC っていうのは今ここの今講習会を主催させていただいている、センターになります。 JST のセンターになります。で、まあ、ちょっとセンターのことについて後でまたご紹介する項もあるので早速始めていきます。私のところの資料ですね、96ページもあってこんなにできるんかいって思うかと思うんですけれども、ちょっと少し飛ばしたりとかすることもありますし、あと実習とかも一応資料全部なぞっていただければご自分でも後から見てもできるような内容ばかりですし、基本的に検索の私のパートはですね検索のサービスのご紹介になりますので、後でまた資料を見ながらフォローしていただければと思います。早速始めていきますが、まず講習を始める前に皆さんアジャックス宮崎というサイト、皆さん申し込みをいただいたサイトなんですけど、そこのところに今日ですね話をする講師の資料全部貼り付けてあります。リンクがあります。なので、そちらで画面上でご覧いただいてもいいですし、今お配りしている紙のものも全く同じものがありますので、そこにメモ書きしながら見ていただくということでも大丈夫です。こういった感じで、プログラムの各人の名前が書いてあって講師の名前が書いてあってそこにリンクがありますので見てください。実際に内容に入っていきたいと思います。私のパートですね、ちょっと前半はお話的なところがありますのでちょっと退屈かもしれませんけど聞いてください。生命科学については先ほど吉田先生からご紹介もありましたように、まあとにかく情報がいっぱい取れるような状況になってきています。機械の発展もありますけれども、なんかとにかくデータが出る状況になってきていて、で逆にその情報を活用してもともと仮説を立ててそれに合った情報を取るっていうのが研究スタイルだったわけですけれども、最近はもうあるデータからなんかこう逆に仮説を導き出すなり、あわよくば何かこう本当にこうピンポイントのなんか成果に近いところを導き出すなりというようなことができる、それをデータ駆動型というんですけれども、データ駆動型の科学への転換ということがもう割と言われて久しい状況です。なのでそういう状況ではやはりデータとかデータベースを自由に使いこなすとか、あるいは自分が今専門としている生命科学以外にも、情報学とか、統計学、それから数学ですね、そういったものをいろいろ使いこなす必要がだんだん出てくるということです。でそういったものでデータを統合することによって知識発見につなげようというのがこのデータ駆動科学ということになります。で代表的な生命科学関係のデータベースをここにいくつか挙げてありますけれども、いろんな種類のデータありますね。対象としている今もので分けてありますけれども、こういったデータベースがございます。中にこれ今赤字にしてあるところですね、実は日本にもかなり有名な世界的に使われているようなデータベースがあるわけで、 DDBJ、PDB というものと、あと KEG というものがあります。皆さんもお聞きになったことがあるんじゃないかと思います。それが一番、簡単に次のページに紹介してありますけれども、 DDBJ というのはですね、DNA の塩基配列を収集するということをミッションとしているセンターで、で、国立遺伝学研究所というのが三島にありますけれども、静岡県の三島市に、DDBJ センターというのが置かれています。で、あと PDBJ っていうのはタンパク質の立体構造ですね、こちら配列というよりも立体構造を収集するための、世界的な、データベースの、それからジャパンのそのブランチっていいますか、そういったところで大阪大学のタンパク質研究所で運営しています。あと KEG、 これは、生命情報を、システム化してこうネットワーク図とかですね、その中に付随した情報ということで表現しているものなんですけれども、京都大学の科学研究所というところで、構築されているものです。でこういったデータベースを作る方法がいくつかありまして、一つはバンク型、今ご紹介した上の2つですね、 DDBJ と、PDB という方なんですけれども、それはバンク型といいまして、不特定多数の方が、自分が何らかの理由でその登録することが必要だからということでどんどん登録するというタイプのものですね。でそれ以外に例えばプロジェクトで出てきたデータを一括して登録するようなファントムといったものとか、あとは、プログラムを走らせてですね、ある程度のいろんな情報を付随したりして作るようなもの、それからキュレーション型というのはデータベースをある一応スキルのある人間がこう読み込んである程度構造化したデータを作るというものですね。でそれからその次の知識モデル型というのはもうちょっとさらに複雑で、情報源が種類が読み物というふうに変わってきています。これはだから論文とかを読んでですね、その中に書いてあるそのネットワークの情報を
いちいちこう抜き出してそれを全部合わせて大きなネットワークとして提供するといったものが、それがケグという形になります。あとはもうちょっとさらに複雑なことになると創設型ということで、やはりこれも人間が読んでなんかのものを抜き出すということですけれども、聞いたこともあるかもしれません、オーミムという、人間の遺伝病なんかの、情報をまとめたあのアメリカで運営しているサイトがあります。でバーク型データベースってもうちょっとだけお話をするとですね、DDBJ というのは、実は全世界で解読された塩基配列および立体あの構造の情報なんかをこう査定して受けれるということをあのなりわいとしてるんですけれども、それを、全世界であの一緒に共有しているというところが大きな特徴があります。DDBJ は塩基配列、それから PDBJ は立体構造なんですけれども、例えば DDBJ は、右側の方に図で書いてありますように NCBI というのは米国、それから、ENA、EBI というのは欧州ですね。その3局でもって、それぞれのところエリアから出てきたデータをそれぞれが受け付けて、かつ、全世界で共有するということをやっている。その仕組みを INSGC というんですけれども、そこで、共有するということをやっています。同じような仕組みが PDBJ にもあります。でその時公開して共有する時にですね、アクセッションナンバーを付与します。付与するとそれを論文にちゃんと書けると。なので皆さんの中にも、このアクセッションナンバーをあのが必要なので、雑誌から求められたから登録したという経験がおありの方もいるんじゃないかというふうに思っています。で最近ではですね、このような塩基配列とか立体構造、まあ、これはもうかなり歴史がある、データベースなんですけれども、それ以外のデータについてもやはりこうリポジトリ、こういった貯めるところ公的なリポジトリに登録をして、また第三者が見ることができるようにしなさいということを雑誌の方とか、いろんな、プロジェクトとかで要求されるようにだんだんなってきています。でなぜこういうことをするかというと、まあ、データを共有することの意義なんですけれども、まあ、科学の世界では本来データは第三者と共有するものということになりますよね。で、それを理由としては、まあ、再現性を確保するというので、本当にこれが正しいかというのを第三者が確認するということがあります。それからデータそのものが間違っていないかということで、透明性を確保するということもありますし、最近ではそのデータを利用する方の視点からですね、再利用するためにそういうところで、ちゃんと第三者と共有するということが必要になってくるというようなこともあります。さらには、まあ、こういったあのデータが大量にあるという状況がですね、やっぱ新しい技術を生み出すことにもつながっていて、まあ、今まで想像もしてなかったような大量データがあることで、そういったものをマイニングするというようなことがあのだんだん、技術的にも必要になってきているので、そういった開発のためにも第三者と共有されているようなデータがあることが非常に重要です。でそれからやはりこういったあのプロジェクト、国のプロジェクトとかでですね出てきたデータというのに、一回市民は税金を払ってあのそれを生んでもらってるわけですね。科学者が税金をあのからいただいて、それをやあの使っているわけなので、それに対して、またお金を払ってなんかこう、利用料とかを払って、使うものではないというような意識が一応ありまして、まあ、国などの公的資金を応じて得られたデータは共有するのが、まあ、本来の姿でしょうということで、だんだんこういう動きが進んでいます。で日本でも、まあ、国際的な動向と合わせて日本でもいろんな対応してまして、2013年に G8 というところで科学大臣会合というところが、それまで論文のオープンアクセスというのを聞いたことあるかと思うんですけれども、それに加えて研究データそのもの、生データに近いところを、オープン化しようという話が2013年に出ました。でそれにこうするように、総合科学技術会議の方ですね、こちらので国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会っていうのを、まあ、国の方が設置をして、でオープンサイエンスというのは何かとかですね、なんかいろんな定義をしたりして、まあ、イノベーションの創出につなげることっていうのは最近流行りのイノベーションという言葉を含めて、こういった方針を打ち出されたんですけれども、そうこうしているうちに、まあ、国の、 あの国際的な方でも G7 とかでもまたなんかいろんな話がどんどん進んでいて、あの実際にもっとこうそういうあの研究データを公開するための仕組み作りにもちゃんとやりましょうというようなこととかのが謳われて、またそれに対してあのこうするように、例えば研究データを管理・利活用するポリシーを策定するためのガイドライン、ちょっとまどろこしいんですけどね、こういったあのポリシーを作るためのガイドラインを作るとか、そういった動きを日本の方でもやっていました。
でデータの共有の基準として、このフェアっていう言葉が最近よく言われてるんですけれども、まあ、データを共有する共有するって言ってもなんか何が共有ってことなのかっていうのはよくわからないということで、まあ、これ簡潔にまとめられたことなんですけども、一つにはデータがファインダブルであるってことですね。見つけられること、第三者が。それからそれにアクセシブルであること。それからインターオペラブルっていうのは、相互運用できると。だからそのデータを例えばじゃあ入手できたけれども、そのデータが非常に特殊な形で自分が持ってるツールとかでは使えないっていう状況はあんまりよろしくないわけで、そういう意味ではなるべくシンプルな形でダウンロードできるとか、そういったことを含めてインターオペラブルっていうことが言われています。で、それ、まあ、それも全部含めてなんですけども、とにかくリユーザブルですね。特にライセンスの問題なんかでリユースできるっていうこととかも含めて、このフェアっていう言い方がされています。はい。で、まあ、ちょっと詳しく知りたい方ある NBGC のサイトで解説記事なんかもあるんでご覧いただければと思います。じゃあそういった中で、私たち JST とかですね、あとバイオサイエンスデータベースセンター NBDC がどういった取り組みをしているかということを簡単にご紹介をしますと、まあJST って名前聞いたことある方どのぐらいいますかね。多分教員の方はおそらくファンド取られたりしててご存知かなとは思うんですけれども、はい、ありがとうございます。一応JST の中は、まあ、生命科学に関してはことだけではないんですけど、一応いくつかのこういったミッションとかが中期計画的にも掲げられていて、その中の2の4の情報基盤の強化というところで、ライフサイエンスの研究の成果をオープンサイエンスにつなげるということを具体的に目標として掲げております。で、そういった目標のもとで私どものバイオサイエンスデータベースセンターというところが、まあ、設置運営されているわけなんですけれども、ここでは、まあ、一応データベースの研究開発戦略の一端でちょっとなんか堅苦しい言葉ですが、まあ、どういった方針でやりましょうというようなこととかを決めるとかですね、あと実際にデータベースを充実させるということとか、それからまずもちろんそれをデータを公開していくこと、それから先ほどもその DDBJ や PDB の例でお示ししましたように、今もうインターネット上でこうデータを公開するということがベースですから、やはり国際的な連携が必要になります。国際的にも使われるとかですね、あと逆にこちらからも国際的な機関と一緒になんかデータを公開していくようなこともありますので、国際連携も必要になっていきます。で、その中のデータベースの充実のところで基盤技術開発とファンディングプログラムというのが2つちょっと実際に具体的な行動としてありまして、今日お配りしているパンフレットの中にもカラフルなパンフレットを1つ挟んでありますけど、そのところの裏に中にも書いてあるんですが、基盤技術開発ということと、それからファンディングプログラムっていうのが具体的にデータベースを皆さんに使っていただくためにやってる活動の一つです。で、ファンディングプログラムの方はですね、まあ、生命科学とに特化したと私たちのセンターはなってるんですけど、生命科学と一言で言っても、まあ、生物種もいろいろあるし、それから実験手法もいろいろあるし、とても補助体でやってる私たちだけが専門家を全部抱えるってことはできません。なので、今ここに書かれているような、例えば植物の専門家とかですね、あとは人のデータの専門家とか、あと例えばプロテオームの専門家、あるいはメタボロームの専門家、そういった専門分野の今先生方にそれぞれの分野でもってデータをまず集めていただくということをやって、さらにそこの集めていただいたデータを私たちの方で何らかの形でこう公開につなげたり、それから例えば検索サービスに載っけていったりということで、公開を皆さんへの共有を進めるということをしています。で、さらにはそれの裏にですね、その共有を進めるために今必要な技術というのがあります、いろいろありますので、その基盤技術開発ということで、DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターというところと一緒に共同研究をして進めているわけです。で、これもパンフレットの裏にある、年表なんで、まあ、詳しくは説明しません。先へ進みます。で、これから後がですね、まあ、じゃあデータの公開として、まあ、具体的なサービスをですね、どういう形のものがあるかということをご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まずその前に、まあ、生命科学分野のデータベースのこういった統合事業っていうのが実はもう10年以上前に始まってるわけなんですけど、そのタイミングで皆さんに、じゃあ生命科学のデータベースの取り扱いってどういうこと困ってますかということを聞きました。で、その時に、まあ、大きく集約されたこの3つのポイントがありまして、1つにはどんなデータベースがどこにあるのかよくわからないと。
もう今から自分がやろうとしてることはもしかしたら他の人がやったことがあるかもしれないんだけれども、そういったものをどうやって調べたらいいのかよく分かんないということが一つありまして、それに対して私たちはデータベースのカタログというものを作っています。でそれからまあじゃあデータベースこんなのありそうだって分かりました、そこのインターフェース行って検索します、それが必要なんですけれども、じゃあその100も200もあるデータベースをいちいち全部検索するのっていうのはとてもできないということで、じゃあ複数のデータベースを一発で横断的に検索することができないかという要望は非常にありまして、この一括検索のサービスも後からご紹介しますが私どものところで提供しています。でさらには、まあ、自分なりに解析したいというニーズもあるわけですね。なのでよその先生が作られたデータかもしれないけれども、それを自分のところでダウンロードしてデータセットとして取得することができないかということがありまして、それを、そういった仕組みを作ろうということで私たちのところでサービスをご提供しておりますので、後からご紹介をしたいと思います。でじゃあデータを利用する際、まあそういうふうになんか仕組み的にデータを利用するようなものをどんどん提供しますが、じゃあそれ以外になんかちょっと注意点はないかということで、一つにはその使い方、どうやって使っていいかよく分かんないっていうのがあるんですね。それはあのハウツーの使い方っていうよりもですね、今ここに書いてあるようなデータを利用する際の問題点として、あの特に上がっているのが一番下に書いてあるどのように使ってよいのか分からないことなんです。でその他にもその中にどのようなデータが入っているのかよく分かんないというのはちゃんと説明書いてくださいとかですね、こういった説明書きを揃えてくださいとかいうことをあのデータを出していただくときにも言ってますし、それからあとなるべくデータを出してくださいと、公的な研究からね、先ほどあの申し上げたように公的な研究から出してくださいということは、これはどちらかというと国の方でそのプロジェクトを始めるときにそういうルールにしていただくとか、そういうことが必要なんですけれども、一番下のところのどのように使ってよいのかということで、例えば利用条件ですね、利用条件が一番問題になっていて、今日は多分アカデミアの方がほとんど、大学の方がほとんどだと思うんですけど、例えば、会社の方が利用するときにですね、このデータ使ったはいいけどもしかして法外なライセンス料を請求されるんじゃないかとか、そういうことをやっぱり割と気にされるんですね。なので商用利用可能かどうかということが書いてあるかどうかとかですね、あとは、契約がちゃんと必要ですかとか、あと論文の引用でどうやって書いたらいいのかよく分かんないとかですね、そういったいろんな利用に関してのことがありますし、そもそもそういうことってちゃんと書いてないっていうことがあの公開されているウェブサイトとかです、どこ見たらいいのかよく分かんないということが結構ありましたので、それで利用条件の標準化と明示ということをやっています。で、著作権としてちょっと著作権というと本当はなんかね絵とかあの例えば画像あの映像とかね、そういうことをなんか思われると思うんですけど、まあ、一応私たちもデータについても著作権を一応ということを設定しましょうということをやってまして、それについて、いろんな、ライセンスを設定できないかということを検討して考えたのが次のクリエイティブコモンズというものです。これは本当にもう絵とかそういうところにつけているクリエイティブコモンズで、なんか見たことあるかもしれない、 CC BY とかね、見たことあるかもしれないけど、これは私たちデータベースにも適用しています。でこれはどちらかというと再利用と共有を促進するための仕組みで、あのダメっていうことっていうよりも何ができますってことをあのこの簡単なこの4つのところで書いています。で条件として例えば作品のクレジットを表示することっていうのがあるんです。これがバイって言って、なんかライセンスこの人のですよってことをちゃんと書けば使っていいよってことなんですね。であとは改変禁止っていうのがあるんですけど、元の作品を改変しないことは、これもちょっと意味としては分かりやすいと思うんですけど、あと非営利もよく分かりますかね。これは営利非営利で一応やっぱり著者の、あの意見が出せるところなんですが、あとシェアライクっていうのはちょっとよく分かりにくいと思うんですけど、元のライセンスと同じ組み合わせであなたが作った派生物ももう一回その同じライセンスつけてくださいっていう意味なんです。なので例えば元々のところに by SA って書いてあったら、次のも基本的に by SA で出してねっていうことなんです。でこの4種類のマークを組み合わせることで、6種類のクリエイティブコモンズ、今のここの絵とここからですね、この CC っていうところ by からこっちの一番全部ギチャギチャギチャってついたこっちまで、で6種類のものが、クリエイティブコモンズの中でライセンスとして、規定されていて、で私たちはこの中でこの NBDC が使用するライセンスって書いてある枠で書いてあるところですね、こちらのライセンスを使っています。でもともとクリエイティブコモンズっていう名前で出ているもの以外にもう一個ゼロっていうのがあって、これはもうあえて自分が公開するものはパブリックなものとして使っていいです、ライセンスとかも書かなくていいんですっていうようなことをあえてちゃんと著者の方が宣言するというゼロっていうのがありまして、でこちらの、3つの
ライセンスを使っています。利用の自由度からすると、まあ、中程度からこちらが一番高いということはお分かりかと思います。はい、こういったこともちょっとデータを共有するために気にしなきゃいけないということのご紹介でした。さてここからですね、主なサービスの紹介をしつつ、それからちょっと簡単な実習、本当に非常に簡単な実習なんですけれども、そのもつけてありますので進めていきたいと思います。じゃあ進めていきます。 NBDC のウェブサイトちょっとアクセスできますかね。はい、まあ、NBDC と検索していただくと、これちょっと後ろにチロッとあるのは昔の画面なんですけど、今こういったなんか青い帯がでっかいバーみたいな、そういったウェブサイトにちょっと新しくなってまして、それで今この左の片隅にサービスっていうところがあるんですけど、ここをクリックしていただくとこんな感じでサービスがこうパネルみたいに並んだような、そういったものが出てきます。でまあ、このページ自体もいろいろ絞り込んだりとかいろんな機能があるんですけれども、今回ご紹介するのは割と上の方にまとまった形で出してますので、例えばこのデータベースカタログとかを例をしてみますと、このウェブサイトを直接リンクと、それからこのじゃあデータベースカタログって何っていう説明が簡単に書いてある、分かるところがあるんですけれども、そういったものがありますので、ご参考にしていただければと思います。50種類以上サービスがあってですね、なんかよくわからないと思うんで、なんかこれって何かなと思ったらこの説明っていうのを見ていただければと思います。で登録も何も不要で、今ご自分で言ってわかると思いますけど、なんか聞かれるとかそういうこと全くないんで、基本的にはウェブブラウザがあれば誰でもアクセスできるような状況になっています。でまずこうじゃあ1つ目、さっき言った3つの質問のうちの1つ目なんですけども、じゃあデータベースのカタログっていうことで、今もちょろっとご紹介をしたインテグバイオデータベースカタログというものをまずご紹介をしたいと思います。もうアクセスもしていただいてどんどんいいんですけれども、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報、説明情報を、まあ、カタログ化したもの、電話帳に用意したものです。では収録のデータベース数が2351件ありまして、国内のものが1200件以上あるという状況です。で20種類の記述項目がありまして、もちろんデータベースとか URL、 アクセスに必要な URL とかですね、どこが何のために作ったのかみたいなことが書いてあります。であとは、キーワード検索やそのカテゴリーからの絞り込みみたいなこともできますので、後でちょっと試していただきます。で記述項目をダウンロード可能で、まあ、CC0 で私たち出してるんで、もしデータそのものがデータベースのカタログとしてのデータそのものが必要な方はここからダウンロードすることも可能ということで、じゃあ早速こちらからアクセスをしてみてください。ウェブでアクセスをしていただくと出てくる画面はこんな感じになっています。真ん中にドーンと大きなペインがあって、左側右側に一応なんかこう情報があります。左側はこう絞り込みとか検索に使うような、まあ、右側の方は別に毎回使うようなものではないですけれども、でこれイングリッシュバージョンもありますので、イングリッシュってところをクリックしていただければ、イングリッシュバージョンもご覧いただくことができます。はい、で真ん中はデータベースの一覧、今この検索条件にかかったデータベースの一覧がバーって出まして、デフォルトでは一番新しく登録されたものが一番上に出てくるようになっています。一応この順番も変えられるということになっています。で例えばの例なんですけど、ここでウイルス、こちらの左側のペインのところの真ん中辺にウイルスっていうのがあるんですけど、そこをちょっとクリックしていただくと、こんな感じの画面出てきますね。で、どんどん絞り込んでいただくといろんなものになっていくんですけれども、例えば、ここでまあタグを用いてどんどん絞り込むとかですね、いうことができるようになってるのと、あとは今ちょっといくつかの検索条件をちょっとかけたような画面になってますけど、ここで絞り込み条件を1個ずつこう外したりとかですることができるように×マークがついてますけれども、そういうふうになっています。でそれから、全条件もいきなり解除して一番最初の状態に戻りたい、2000何百件の時に戻りたければ、ここで青い字のところをクリックしていただければ、元に戻れますので、そこに戻って例えばいただいて、次にちょっとお示ししている例がキーワード検索で今度ちょっと見てやってみましょうということで、主要という言葉を入れています。はい、主要入れていただくと、まあいくつかのデータベース出てますけれど、ちょっと一つの例データベースを見て、どういったことが書いてあるのかの説明をちょっと次のページでしたいと思います。はい、
こういって今 ICGC データポータルといって、まあ、これ人のがんの、がんゲノムのコンソーシアムのデータベースのところを見るようになっていますけれども、左側にあるちょっと画面のミニサイズのところとか、あとは青い字に見える ICGC データポータルっていうそのタイトルですね、そこをクリックするといきなりオリジナルサイトに行ってしまいます。こんな感じで、もさっきもお話ししましたけど、データベースっていきなりなんかその知らないデータベース見に行ってもここに何が書いてあるんだかよくわからないってことがよくあります。なので初めて、あ、こんなデータベースあるんだっていうふうに見つけた時にはですね、まずこのカタログ、詳細へっていうところをちょっとクリックしていただいて、私どもの方で整理をしているカタログの掲載内容をちょっと見ていただくといいかなと思います。でここにはもちろん名前とかなんとか、その今20種類の情報っていうのに整理したものがあるんですけれども、ここでちょっと見ていただきたいのが、この説明のところなんですね。ちょっと今項目大きくしてますけれども、説明って書いてあるところが真ん中にありますが、その説明のところを私たちはウェブサイトを見てですね、このサイトってどういうものっていうのをこちらで日本語で書いてます。あ、もちろんそれも英語に直す部分はありますので、英語でもある程度見られるようになってますけれども、その説明が書いてありますので、まずここでそのデータベースがどんなものかの概要を把握していただくというのが早道なんじゃないかなというふうに思っています。といった形でデータベースカタログは活用していただければと思います。あとその次のページにご紹介をしているんですけども、いくつかここに付随している情報で便利なものがありまして、例えば一番上にある、後でまたヘビーにご紹介があると思います、統合テレビというものがあるんですけども、これ私どもとかDBCレスとかで紹介しているものですが、ここのところの右側になんかいくつかこうリンクありますよね。このリンクの意味なんですけれども、一つにはちょっと後ほどご紹介するそのデータセットダウンロードできないかの対する答えの LSDB アーカイブというものがありますけど、そこの中にこのデータがありますよっていうような情報、それからなんかちょっと本末転倒なんですけど、この統合テレビっていうのはその説明動画なので、その説明動画がありますよっていう統合テレビというリンク、それからですね、あとデータをオリジナルサイトでダウンロードできるかとか、そういったのことがここのところにリンク情報として書かれています。なのでどんなふうに活用できるかっていうのがさらにここで分かるというのが一つと、それからですね、このミニサイズの画面のところに不幸にして運用終了とか休止14日以上みたいに出てくることがまあまああります。でこれの意味がこう下にありますけれども、まあ、稼働中っていうのは、まあ、ここには出ません。アクセス可能な状態です。で休止している状態っていうのがちょっとアクセスできない、何らかの条件でアクセスできない時です。で毎日毎日一応そのサイトが生きてるかって言って毎日見に行ってますので、この14日以上っていうのは不幸にして14日以上その生きてるかっていう答えが返ってこないっていう状況になってると。あとはサイトの方でも公開を停止してしまったとか、あと運用終了とか、そういった情報が入ればそういったこうラベルをつけて出すようにはしています。はい。で、まあ、データベースもダウンロード、もしデータされたい方は右の方からダウンロードをどうぞということで、次のページに実習ありますので、まあ、ちょっとこの実習の通りにとりあえずやってみていただいてもいいですし、あるいはもうご自分で自分の好きなというか自分の興味のあるところでどんどん絞り込みとかをかけていただいてもいいです。まずは左側にある絞り込み機能っていうのをちょっといくつか組み合わせて使ってみてください。もう答えは隣後に書いてあるんですけれども、ここをちょっと見ていただくと、いくつかのカテゴリーでこうやってタグが作ってありますが、カテゴリーごとのタグのアンドはできます。なので上のところからタグ1個選んで、真ん中辺からタグ1個選んでみたいな形でどんどん選ぶことができるので、そういうふうにやってみてください。今例えば実習のこの 1,2,3 の中身通りに行くと、まあ、人っていうところを選んでもらって、それこの下の方のもう一個のタグの種類で遺伝的多様性っていうのを選んでもらってっていうところで出てくる数があるかと思うんですけど、ちょっと前にやったんですけど66件で合ってます？はい、でその下の方をまたずっと見ていただくと、日本国内でっていうことで選べる、もう一個タグつけてもらうとそれがまた減ると41件になるかと思うんですけど、でさらにその下に行ってかな、あ上かな、稼働中っていうところをまたクリックしてもらうと、もう稼働中のものだけになりますが、そうすると多分33件になるかなというふうに思います。はい、今その画面だとなんか上の方にあって黒い
どういう条件で自分が選んだっていうのがあそこにちゃんと出てますんで、そのうち1個外すのも自由ですし、全部外してもう1回またリセットしてっていうような形で、活用していただければと思います。ここまでよろしいですか？はい、じゃあどんどん進めます。次の課題としては、複数のデータベース内を横断的に検索できないかということで、まあ、まさにその名前の通りの、ごめんなさい、生命科学データベース横断検索というものを私たちがサービスとしてご提供しています。生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムです。対象のデータベースは674件、まあ、日本語のものも多いですが、英語のものも中にはあります。それから、検索キーワードを日英相互翻訳していますので、日本語で入れても、京都大学の金子先生という先生が作られているライフサイエンス辞書というのを使って、まあ、ライフサイエンスの中での適切な翻訳をかけて、日本語であれば英語も、英語であれば日本語もということで、そういった翻訳をしつつ検索をかけることになっております。で、いろんな絞り込み機能もありますし、さまざまなリンク情報がついていますので、そこから、いろんな情報をたどっていただくということができるようなサービスになっています。で、いろんなところでこのサービスをご紹介するときに Google でいいじゃんと言われるときがあるんですけれども、じゃあそもそも Google と生命学データベース横断検索がどういうふうな感じで仲が違うかということでご紹介をしているんですけれども、直感的に分かると思うんですけど、 Google でマウスと検索をするとですね、まあ、生命科学の実験の情報ということで欲しいのはこのネズミちゃんのマウスなんですけれども、当然出てくるのはコンピューターのマウスが大半上の方にダーッと出てくるというのは直感的にお分かりだと思います。で、それからもう一つ、 Google とこの生命科学データベースの横断検索のその検索対象のデータの作り方として一番大きく違うのが、生命科学データベースの方は、まあ、いわゆるほとんどデータベースを対象にしていますので、データベースっていうのは右側の上の方に書いてあるように、こうレイヤー構造になってるんですね。どん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 深い階層に入っていくと、そのディテールの情報が出てくるということになってますので、本当はできるだけ深いところまで検索して、それを検索の結果をダイレクトに見るっていうことをしたいわけなんですけれども、 Google とかそういうのを一般的なものはもう対象にしてるものがすごいいっぱいありますから、この一番上の表層のところだけを検索対象にしてるということで、あんまりディープな検索ができていないということもありまして、なんかあるこう情報系の先生の、研究の成果でいうと、まあ、公開されているウェブの 53% ぐらいしか、見ることができないよというような報告もありますので、意図したものを網羅的にするためには、こういった生命科学データベースの横断検索が、まあ、研究分野にはやっぱり必要かなということになります。で、検索対象の一例なんですけれども、文献とか、それから、まあ、例えば上から4つ目ぐらいの統合データベースプロジェクトっていうのは、まあ、私たちが管理して、その10年前からやってるプロジェクトに関するいろんな集めたものとかですけど、そういったものが多いですし、あとはゲノム遺伝子 RNA、 これはいろんなところでその公的なデータベースとかプロジェクトでデータベースで集められたものとかもですね、いろんな説明情報が書いてありますので、いわゆるブラストとかああいうので検索するっていうのはちょっと違って、基本的にはその説明に書いてあるようなところをテキスト検索するというイメージですが、検索対象になっています。で、あとは、タンパク質とかそういったいろんな分子もありますし、ケグとかそういったものも対象にはなっています。じゃあ早速その横断検索も入り口に行っていただいて見ていただきましょう。先ほどのサービスページの一番上の真ん中のところで、まあ、オリジナルのウェブサイトに行っていただければいいかと思います。横断検索のインターフェースは、まあGoogle じゃないと言いつつですね、 Google チックなんですけれども、こんな感じに1個大きなボーンと、検索窓がありまして、そこにまあ入れていただくと、自由に入れていただければいきます。で、データベースかヒット件数かみたいなのがあるんですけれども、非常に数が多そうだなって想像できるときは、まあ、ヒット件数っていうのをちょっと見ていただいて、だんだん自分が目で見て分かる範囲、例えば100件とかね、そのぐらいに数がなってきたなと思ったら見るっていうやり方ももちろんありますけど、デフォルトは多分データベースの方になっていて、これはまあもう本当いかにも Google 的ないきなりそのレコード、検索が当たったレコードがバーッと出てくるというような、検索結果になりますので、どちらでも好きな方で検索をしていただければと思います。で、検索窓には、語句のサジェスト機能がありますので、今ここに書いてあるようにインフルってひらがなで入れたら、
カタカナであなたの検索したいのはインフルエンザという感じでどんどん出てきますので、まあ、入力も非常に簡単になっているということです。で、これは一番簡単な画面ですけど、まあ、結構ごちゃごちゃしている詳細検索画面というのがあって、まあ、こちらの方は 何を対象にして検索するかとかですね、そういったいろんな絞り込みができたり、それからさっき言った日英翻訳はやめて日本語だけだとかにしたいとかですね、あとはデータベースの更新時期による絞り込みとか生物種による絞り込み、まあ、様々なことがありますが、まあ、使い始めはGoogle ライクに本当にキーワードをどんどん入れていただくというやり方でいいんじゃないかなというふうには思います。で、例えばその、まあ、検索結果っていうのはこんな感じで出てきますけど、こちらの左側にいっぱい出てくるのが、それぞれ一つずつ一つのレコードでして検索キーワードが含まれているものということになります。で、こちらでもその上の方にナビゲーションバーって書いてありますけど、そこで、今全体をこう検索してるんですけども、その中からカテゴリー別にじゃあ文献だけに絞り込もうとかですね、ゲノムの情報だけに絞り込もうみたいな、そういうこともできるようにはなっています。で、右側にあるのがさまざまなリンク集なんで、あともこれもちょっと実習の時に、まあ、こんなリンクがあるよというご紹介も兼ねてやっていただこうかというふうには思います。で、まあ、極子ソーラス、子ソーラスってその、まあ、類義語とかですね、そういったものをどんどん使えるようになってます。例えば、さっきインフルエンザってやったんですけども、そこから、まあ、流行性感冒っていうのが子ソーラスとして提供されているので、そこをちょっとクリックするとまた同じような検索が走るということで、まあ、どん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 こう芋づる式になんか検索していくのには一応使えるかなと。まあ、情報がねだんだん溢れてきて、また大変整理するのが、頭の中整理するのが大変かもしれませんけど、こんなやり方があります。で、先ほど横断検索の一番初めにヒット件数ってのがあったんですけど、そこで出てくるのがこんな感じの画面になっていて、で、カテゴリーのところの左側のところにプラスマーク、プラス四角マークっていうんですかね、がありますので、そこを広げていただくとまたその下のカテゴリーのグループ名がどんどん出てくるみたいな、まあ、これも多分インターフェース的にはおなじみな感じだと思うので、直感的に使えるかなと思うんですけれども、どん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 こう展開をしていくと、最終的には個別のエントリー、さっきの個別のレコードですねにたどり着くようなこともできますし、あるいはちょっと心地でいいなと思うのはですね、情報アイコンというのは、このインフォメーションのアイコンが端っこにちょこっとついてるんですけども、ここをちょっとクリックしていただくと、これここに書いてあるデータベースっていうのはどういうデータベースなのとか、そういったことが分かるようにはなっています。なのでこれもあまり自分が知らない分野のことを最初に調べようなんて思うときには結構役立つのかなというふうに思いますので、活用していただければと思います。さて、では次に実習に、これも実習で、簡単なやはり実習で、今お見せしたようなのをなぞるような感じなんですけれども、ちょっと見ていただければと思います。横断検索の一番トップ画面で、まあ、インスリン、別にインスリン入れなくてもいいです、何でも違うのでもご自分の興味のあるキーワードで結構です、入れていただければなんか検索ができると思います。で、右側のツールボックスにいろんな関連遺伝子で検索なんてあるので、またそこで検索がかかるような、そういったことになっています。で、これはちょっとまあチップスも含めてなんですけれども、インスリンの後にスペースを入れて、例えば今ここで脂肪肝というのを追加すると、それは2号のアンド検索になります。これもまあ普通のことですよね。で、中にはですね、このご参考って一応書いてあるんですけども、アンドオアで検索したい時ってあるじゃないですか。で、そういう時は、まあ、これは割とその検索のやり方でいろんなツールで慣れてる方もすでにご存知のなんですけど、真ん中一本棒スペース、真ん中一本棒スペースでつなぐとアンドオアになります。また例えばキャンサーバットノットジーンの時には、真ん中の一本棒をびっくりマークにするとそういう検索になります。あとはキャンサースペースジーンっていうこの文字列の並びで検索したいっていう時はですね、ダブルクォーテーションで結んでやる、これも割と普通のやり方なんで、こういうやり方での検索も一応この横断検索でもできるようにはなっていますので、用途に応じて使っていただければというふうに思います。で、今じゃあインスリン脂肪肝、他のキーワードでやってる方もいるかもしれないんですけど、その外部リンクっていうところから、そこにパブメドってありますよね。パブメドありますか。パブメド開いていただくとどんな感じになってるか、
ちょっと見ていただけますか。パブメドを開いていただくと、多分そのパブメドの画面のところに、後の方にも出てるんですけれども、今お示しした例ではインシュリンファッティリバーということで翻訳されたキーワードでもってパブメドにそのまま検索がかかるということになっています。全てのサイトがこういうふうにできるわけではないんですけれども、検索したものを引き継ぐっていうことができるような、それを受け入れてくれるようなサイトについてはなるべくこういうことで皆さんの再入力の手間を省こうということでリンクをつけています。はい。で、例えばそのもう一つ J グローバルっていうのがあるんですけど、これも実はJST の中でご提供しているサービスの一つなんですけれども、ちょっとその、生命科学に特化したことだけじゃないんです。 JST っていうのは生命科学だけじゃなくていろんな、科学に関することをいろいろ全部やってますので、それに関する情報が全部集まってるっていうことと、ちょっと変わったところでですね、研究者情報、それから研究課題情報、なんか文科省とかが募集した課題情報にこの先生とかこういう課題が採択されてますとかですね、そういった情報が実はなんか中にあってですね、なので例えば国内でこれを研究してる人っていないかなって探すのには結構便利なものなんで、こちらもちょっとご活用いただければというふうに思います。これはご自分の興味に従ってちょっと後で具体的に本当に検索していただくとですね、なんかいろんな情報出てきます。先ほどのカタログもそうですけれども、ご自分が知らなかった情報とかも結構出てくるかと思うんで、ぜひ後で戻ったらこっそりやってみてください。で、実はこれこういうスマホとかでもできるようになってて、ベンチトップで PC 持ってきてないんだけどっていうことであればスマホでもできますということで、画面ちっちゃくてなかなか見るの大変かもしれませんけど、一応同じような機能は見ることができますので、こちらもご活用いただければと思います。はい、ここまで大丈夫ですか。今までは検索なんでね、大丈夫じゃないかというふうに思っているんですけれども、じゃあ、3大サービスと私たちがこれ呼んでいる一番3つ最後の3つ目のデータセットを取得できないのところのサービスをちょっとご紹介をしたいと思います。生命科学系データベースアーカイブ、 LSDB データベースアーカイブとか呼んだりしていますけれども、こちらのサービスはですね、今現在はデータをお預かりするっていう作業があるんで、基本的には国内で作成されたデータベースを、先生の方からお預かりしている形 で145件のものがあります。いろんな形式でダウンロードすることができるので、受け取った後にどういうことに使いたいかによって、形式を選ぶこともできます。それからデータは先ほどご紹介した CC ライセンスで配布していまして、基本的には CC by 表示ライセンスを書いてください、ライセンス表示をつけてくださいっていうことと、それからこのデータを使ってまた何かデータベース作ったらそれを同じ条件で公開してくださいねの継承ライセンス CC by SA で出しているものがほとんどです。で、中身としてはちょっと古い数なんでちょっと全部出しても一緒にならないかもしれませんけど、こんなようなカテゴリーのデータが中に入っています。実際にどんなものが入っているかはやはりちょっとサイトに行って見てみたいと思いますが、こちらの右端のところから、実際のオリジナルサイトに行っていただきますと、ちょっとまたこうごちゃごちゃっとしたページなんですけれども、これのページの下の方にですね、ダーッとリストが出ています。今これちょっと古いんで全139件って書いてありますけれども、数がそんなにいっぱいいっぱい見て出ないので、今ページでどん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 見られるようになってますが、まずここは検索やっぱりする方が早いと思うので一覧内の検索ということで、こちら表みたいになってますけど、その表に書いてあるような内容でもって一覧内を検索することができます。で、あとは、新しいものとかどこがやったものとかいうことでソートしたりとかして、絞り込んでいただいたりすることもできるということになっています。で、こちらも詳細検索みたいなこうページがあるんですけども、こちらもなかなかまたいろんなカテゴリーで絞り込んだりとかですね、そういったことができるようにはなってますので、こちらも箱がいっぱい並んでるだけなので多分使いこなせると思うんで、ぜひ見てみてください。あと他にも検索のちょっとやり方あるんですけど、なかなかちょっと何ですかね、また使っていてだんだんこう使い込んできたらもうちょっと詳しい検索をすることも
チャンスもあるかなということで、こういった箱もご用意をしています。はい、一応説明があるので後でご興味のある方はご覧ください。でちょっとデータベースのアーカイブっていうのはちょっとなんかあんまりなんていうかな、目的によってそのもう使いたいデータベースっていろいろだと思うんですけれども、とりあえず今こう一連の流れとしてご説明をします。なのでこれはちょっと皆さん説明をしながら見ていただければというふうに思うんですけれども、例えば今回実習級というところで書いてあるオープン TG ゲーツ、病理情報のデータからハイパートロフィーを示したデータを絞り込みダウンロードするという内容でやり方をこの後のページからちょっとなぞっていきたいと思います。これをみんなで逐次やっていただければと思いますが、でその後にその際の肝臓の病理画像を見つけるっていうところまでやるんですけれども、実際の画像データはちょっとサイズが大きいので今ここのネットワークの中でみんなでやるととんでもないことになりますので、これは後で試してください。見つけるところまでやってダウンロードはしませんということです。でこの OpenTG ゲーツっていうのはですね、170の化合物をラットの個体およびラット人肝細胞へ暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースということで、大阪にあります医薬健康基盤研だっけ、ちょっと名前がちょっとなまた複雑になって申し訳ないんですけど、ニビオンさんと略すところなんですけど、そこのところで、運営しているデータベースになります。はい、じゃあ次のページから皆さんちょっとなぞりながらやってみましょう。もし例えばじゃあこのオープン TG ゲーツであれば、まあ、OPE とタイプインしていただくと多分もう3文字以上だと検索結果がどんどん出てくるはずなんで、はい、出てきてます。でその中で、ですね、まずはじゃあデータベース使えそうなのを見つけたら利用許諾、利用条件を確認しましょうということで、丸2のところの利用許諾を確認の詳細のところをちょっとクリックしてください。概要としては CC 表示継承ということはそこには書いてありますが、じゃあ具体的には何をしたらいいかっていうのはちょっとなかなかその一言だけだと不慣れな場合は分からないと思うんで、こういうことができますよということを一応ここに利用許諾のページということでまとめてあります。全てのデータベース、全てのこのアーカイブに入っているデータベースにはこれがありますので、まずこれを確認していただければと思います。で今CC by SA 表示継承だったんで、こういうことですよってからそこにも説明書いてありますし、あと大事なのはじゃあクレジットを表示するときに何て書けばいいですかっていうのをいちいち問い合わせるのはまあ煩雑なので、ここにこういうふうに書いてくださいねってこともちゃんと書いてあります。だからこれを見ていただければいちいちデータベースの作者に問い合わせることなく、こういう条件で私は使いました、あなたのクレジットをこうやって書いてますっていうことで使えるわけです。じゃあ元の画面に戻りましょうということで、じゃあ OpenTG ゲーツのところをデータベースの説明を確認する。今回ちょっとさっきのカタログとは違って、今回はまずそのデータをもう私たちのところでお預かりしているので、ここのサムネイルという小さな画面のところ、あるいはタイトルのところをクリックしていただくと、私たちのところでこう整備しているこういった情報の整理されたページが出てきます。で作成者連絡先、どういうプロジェクトからオリジナルサイトへのリンクなどなどありますが、これをちゃんと見ていただくと、まあ、どんなものかということが分かるということになります。でまたちょっともう一回元の画面に戻っていただくとですね、今度はタイトルの下のところに今度ダウンロードっていうのがあります。ダウンロードをクリックすると、OpenTG ゲーツの場合はですね、いろんなデータが入っているので、まずはこの、その、そのダウンロードできるデータの一覧ページみたいなのが出てきます。ダイレクトにダウンロードページになるやつも小っちゃいデータだとあると思うんですけど、でもこれはちょっといろんな種類のデータがあるのでこんな形になっていますが、まあ、ZIP 形式で丸ごとダウンロードできるようなリンクとかですね、あとは検索&ダウンロード、中のデータを一応検索して絞り込んだ上でダウンロードするとか、そういった機能もありまして、この検索&ダウンロードの、割と下の方ですね、13番のあたりのところ、13番ですかね、の検索&ダウンロードをちょっとクリックしてみましょう。とすると中に入っているデータは基本的にこういった表の感じで整理されているデータになります。でこのテーブルの中で、この表の中でまた絞り込むこともできていて、今すでにこの画面では、ハイパートロフィー、さっき言った肝肥大っていう言葉ですね、ハイパートロフィーという言葉で絞り込んだ状況になっています。で絞り込んだ結果をダウンロードするとか、全データをダウンロードするとか、
いうこともできまして、全データラウンドの時にはそのファイルのいろんな形式が選択できるということのご説明をここの画面でさせていただいています。で、この画面の見え方は先ほども言いましたけど、その預けていただいているデータごとにちょっと様々なので、今は OpenTGS の例でご紹介しました。基本的にこんな感じに出てきますけれども、皆さんがご興味あって、もしかしてこのデータ使えるかなって中見に行った時にはちょっと違う形で提供されている場合もあるかもしれません。それぞれはご自分 の, ご興味の範囲で見ていただければというふうに思います。で、一応この OpenTGS についてはさらにその画像データがあるということを言いましたけど、じゃあ画像のデータへのリンクをまず見てみましょうということで、実習10へって書いてある、わかりますね、あそこちょっと行ってください。はい、行っていただくと、その資料にもあります、次のページみたいなこんな感じのちょっとちっちゃい画像とかあそこにあって、こんな画像があるんだなってことが分かりますけど、ちょっとこのダウンロードは後でやってください。ご興味があればやってください。で、ちょっと画像を見るためには専用ソフトが必要なそうなんですけれども、で、フルサイズビューってところから今のこの画像をパンと大きくするって、そこはできるそうです。それは簡単にできて、データのダウンロードにならないので、そこは見てももらっても構わないということなので、やってみてください。そうするとなんかちょっと画像の大きくなって分かりやすくなるかなと思うんですけど、こういった形で中に入っているデータによってはいろんな見方のルートがありますので、後でご自分 の, 必要なものを見出していただければなというふうに思います。で、生命科学データベースアーカイブ、この資料ですね、なんか皆さんがどういったものに興味を持って使ってるのかなっていうのが結構聞かれるんですね。それなのでなんか月間ランキングみたいのを出してます。で、たまたまなんですけど、これは、5月のダウンロードのトップは今ご紹介したのは OpenTGS でした。あとはなんかライフサイエンス領域融合レビューとかなんかいろいろ出てますけれども、でその前の月2月分だけちょっと出してるので、4月のダウンロードの大型アーカイブっていうのがチップアトラスっていう、そういったものになります。これはチップセックデータ、公共データベースの中であるチップセックデータを、まとめて、例えばゲノム上のところにどんなトランスクリプションファクターがついてるとか、なんかそういった構造、ゲノム構造みたいな、そういったところを見ることができるような、そのビジュアルに分かりやすく見ることができるようなサービスに使ってるデータなんですけども、このデータのダウンロードが非常に多かったです。で、またデータベースアーカイブではデータを受け入れております。こうやって公開してもいいよというデータがあれば、ぜひぜひプロジェクトの成果でもサーバーがなくなっちゃうんだけどとかいうことがあれば、ぜひご相談いただければ私たちのところで、お預かりできますので、ぜひぜひご連絡をいただければというふうに思っています。で、今までちょっとご紹介したようなこういったサービスなんですけれども、実は日本の中では文部科学省がこういったいろんな生命科学も含めて科学技術のファンドを出してますから、そこから吸い上がってきたこういうデータとかですね、もうたくさんありますが、他にも生命科学に関してはプロジェクト、あるいはセンターとして運営をしているところがいっぱいあります。ここに書いてあるのは、例えば経済産業省、それから農水省から、さっきのオープンティジゲーツもそうですけれども、厚労省ですね、いうところが、そのデータベースを扱うセンターを持っていたり、それからいろんなプロジェクトを起こしたりということをやっているので、カタログとか横断検索、今のアーカイブに関しては特に、この4省でもって連携をしながら、データを集めたりというふうなことをやっているということを一言お知らせしたいと思います。はい、ここまでで、とりあえずなんかメインの検索サービスみたいなところは終わったんですけど、次はですね、これも NBDC で紹介しているものなんですけど、ちょっと必ずしも人に関する研究をすべてやられている方々ばかりではないとは思うんですが、一つ生命科学の目的の一つということは、人の病気を治すとかですね、そういったことを、生命現象を解明するということもあるかと思います。なので、ちょっと NBDC に関する人に関するデータ関連のサービスやツールをちょっと簡単にご紹介をしたいと思います。ちょっとベタな名前ですけれども、 NBDC 人データベースっていうのと、あとちょっと人にデータベースに預けていただいたデータなんかをちょっと活用したりして、統合バーというものを作っているので、この2つをご紹介をします。
リンクの先はそこです。もしよかったらサイトも見ながら、お聞きください。NBT 人データベースはですね、こんなウェブサイトになってますけれども、まあ下の方にだらーっと今はリストがだーっと長く長く続いているような状態ですが、まあ、一応検索もできるようにはなっています。で、公開データ数は、非制限公開と制限公開という、まあ、大きく2つのカテゴリーがありますけれども、それでこういった件数になっていて、人の、まあ、個体数ということで言えば20万サンプル分ぐらいが公開されているということになります。で、 NBT 人データベースっていうのは、まあ、やはりその解析技術が発達するって人ゲノムを中心に非常にデータが膨大になってきたんですけれども、それをまあ活用するためのルールとか仕組みとかはもともと日本になかったんですね。で、アメリカには DBGAP、 NCBI の中に DBGAP っていうのがあって、欧州にも EGA っていうのがあったんですけれども、それに該当する日本の仕組みがなかったので、まあゲノムっていうのは個人情報に一応当たりますから、まあ、個人情報の保護に配慮しながら人に関するデータを共有するための仕組みがまた別途ちょっと必要になってきたということで、今までご紹介したようなサービスとはまたちょっと別に人データベースというのを作りました。もう2013年10月から運営をしていまして、一番最初にご紹介した DDBJ というところが非常にセキュアなデータを確保する保存する場所とかを持ってますので、そこと協力して運営をしています。で、個人由来ゲノムデータの共有と個人情報保護の両立を可能にということなんですけれども、実はゲノムデータだけじゃなくて何でも受けます、人に関するものであればということになってます。それから、まあ、ガイドラインポリシーみたいなものをちゃんと NBDC がちゃんと作っておりまして、それに従ういただけるのであれば、提供されるものは受け入れてそれを利用するというようないろんな手続きをですね、全部 NBDC の方でやるということで、預ける方にも利用する方にもそれほど手間のなく、使っていただける、どんどん利用して共有していただけるような場にしています。で、基本的にその個人につながるような情報は何も入っていないので、例えばなんかフォローアップが必要な研究をされたいような時には、まあ、提供した人、そのデータを提供した研究者の人が誰かというの情報とかもちろんあるので、まあ、もっとより複雑なことを伝えされたい時には、個別に個人共同研究とか結んでいただくということで、まず入り口の情報として、まあ、どこにどんなものがあるかということも含めてちゃんと公開しましょうというような場になっています。で、大事なのはやはり人ゲノムとかについてもですね、結局は論文発表に必要な ID っていうのがだんだん言われてきてます。雑誌とかが言ってますので、でここに預けていただければちゃんと ID を発行しますということも非常に重要なファクターになっています。で、さっき非制限公開と制限公開って言ったんですけれども、制限公開っていうのは本当に個人ごとのレベルのデータですね。で、それを審査が一応必要な段階で提供いただいて利用していただくというようなことになってますが、あとは集団の統計値とか、まあ、特定の個人由来ではない資料を解析したものなんかは非制限公開ということで、これはウェブサイトから制限なくダウンロードしたりとかもできるようになっています。特に審査とかは必要ないです。で、審査の仕組みちょっとややこしくそこに書いてありますけれども、基本的には、まあ、個人のデータに当たるところ、その特に制限公開のもの、それから非制限公開で公開しちゃっていいかっていうところもあるんで、提供者側の方については非制限公開制限公開両方のデータについて、ちゃんと申請をいただいて私たちのところで公開できるかということの審査をします。で、制限公開の方だけ利用については制限公開の方だけ申請が必要で、あとはウェブサイトで自由に見られますので、制限公開の方の審査をこの人データ審査委員会のところでやって、それで利用していただくということになっています。で、もしこれどんなデータあるのかしらとかいろいろ気になる方はですね、ぜひ人データベースのウェブサイトに行っていただいて、で、もし利用できそうなデータがあるわということになりましたら、そのデータの利用とか、または自分がこんなデータ持ってるんだけど提供して構わないんだけどということがあれば、データの提供とかそういったところリンク全部貼ってありますので、一度こちらご覧いただいて、もし事前にちょっと相談したいなということがあればですね、下に書いてるアドレスに来ていただければ、こちらからまたご連絡をしますので、ぜひご相談をいただければと思います。
特にやっぱ最近また利用も増えてますので、もし利用されたいということがあれば、まあ、こちらの組織の倫理委員会とかちゃんと通していただくということの条件がいろいろありますけれども、それでもそんなにめちゃめちゃハードル高いような条件にはしてないと思いますので、ぜひご利用いただきたいと思います。でそこに人データベースのところに入れていただいたデータも一部活用して、日本人のゲノム多様性の統合データベースというのも作りました。これはですね、やはり日本人の中でどういうバリエーションゲノムの多様性、例えば転変異とかですね、あとはまあデリションとかそういうのがあるかどうかっていうのをパッといっぺんに分かるサイトというのは実はなくてですね、その次のページにちょっと書いてあるんですけれども、なんかこう検査をしました、変異が出ましたとすると、例えばクリンバー見たり、イグザックっていうその、アメリカでやってるサイトとかですね見たりする。あと日本のサイトも東北メディカルメガバンクさんが出しているようなリファレンスのデータ、それから京都大学さんが出しているようなリファレンスのデータ、こういうのを全部なんかバラバラに見に行く必要があったんですね。なのでそれを一発で見られるようなサイトを作ろうということで作ったのが、ちょっと前に戻りますけど、この日本人ゲノム多様性統合データベースです。で、まあ、NBDC の人データベースも一部活用してるんですけれども、日本や海外で公開されている頻度情報を、まあ、ゲノム多様性の観点からまとめたものと、それからクリンバーなんかの疾患の情報、関連するような疾患の情報なんかを統合してワンストップで検索可能にしたものです。でちょっとその次のスライドを飛ばすと、一応対象のデータベースとしてはこんなものがありまして、まあ、NBDC の人データベースなんかまだちょっと、こちらに活用できる見ていただけるような計算に使ったデータはそんなに多くないんですけれども、今125人分の全エクソーム、あとは基地スニップのデータが18万人分があります。からさっき言った東北メディカルメガバンク、それから京都大学で、こういったところは全部いっぺんに見られるようになっているのと、それから、じゃあ海外との比較はどうなのかなということもできるようになっていて、それがブロード研究所のデータ、エグザックっていうことですね。それからあとそれぞれの、配列に対して、まあ、あるものだけなんですけれども、クリンバーと NCBA が提供しているそのバリアントの疾患関連性についての情報があります。もうこれもなんかこんな変異が見つかった、テストデータとして上がってきたんだけどっていうことがあれば、もう本当にこれでパンと検索していただければ分かるんですけど、例えばいろんな検索例が上にも書いてあります。疾患名とかでも検索できるし、ゲノムのポジション、ちょっとゲノムのビルドが30、今は37しか対応してないって聞いてますけど、そこのポジ上でのポジションがあれば検索窓とかに入れていただくということで検索できるようになってますが、まあ検索結果、今ちょっと2件しか出てない、わざとこういうのを持ってきてますけど、まあ左側の方にあるリンクからは個々のバリアントのその詳細情報が見られるような別ページに飛ぶようになってますし、あとは真ん中にある棒のところ、ちょっとデータベースごとの頻度ということで大きく拡大した表示もそこに置いてありますけれども、左の4つが日本人なんですね。NBDC のデータベースとか TOMO とか京都大学で、左一番右側のところがイグザック、まあ、欧州の欧米のポピュレーションの、での頻度ということで、これログで表示しているので、例えばこの例なんかだと日本人にはすごいある頻度なんだ、バリアントなんだけれども欧米では少ないということがこう一目で分かるというようなことが分かるような、そんな感じの作りになっています。で、まあ、統合データベース、この統合バーというデータベースに関しては、その次のスライドにも書きましたけれども、人データベースの中にもいろんなプロジェクトからこう出てきたものがいっぱいあるので、まずそれを一つ一つこの申請を出してね、なんかこう許可もらってっていうのは非常にハードル高いでしょうということもありましたので、まずはこういったバリアントの頻度ということでまとめた情報で見ていただいて、まあ人データベースの中にもしかしたらなんか自分が興味があるような変異を持った情報っていうのがあるかなということを見ていただいたらですね、その後この利用申請していただいて、まあ個別の研究プロジェクトのデータを実際にダウンロードしていただいて使うというようなことにもつなげていただけるかなというふうには思っています。なので、まあ、その前の段階で本当にこの手元に出てきた変異の情報って何なんだろうっていう、まず調べるだけでも非常に役立つかなと思うので、人の研究をされる時にちょっと思い出していただければなというふうに思います。はい、ここまでが、
NBDC で基本的に紹介しているサービスのほとんどの紹介になりますけれども、あともうちょっとご紹介したいのがですね、実は一番最初に私2つセンターの名前ありますって言ったんですけど、一応そのセンターの関係をいろいろ聞かれるのでご紹介をしておきたいと思います。一番右側にあるのが NBDC って言って、まあ、この講習会を主催させていただいているセンターになります。 JST のセンターです。でライフサイエンス統合データベースセンター真ん中にありますけれども、ここが情報システム研究機構という中にあるセンターの一つでして、そこと NBDC は共同研究をして、この統合データベースっていうそのプロジェクトって言いますか、この事業を進めております。で、かたや割と初めの方からご紹介している DDBJ なんですけど、実はこの DDBJ というところもこの情報システム研究機構という DBC ですと同じ、まあ大きな括りで言うと同じ機構の中にありまして、ここがまあそのゲノムの情報とかね、非常に大量に持ってるわけなので、それの解析技術なんかを DBC の方が協力して開発するとか、DDBJ で例えばやってる検索サービスなんかについて DBC が協力するとか、そういった機構内の中での協力関係もあるということで、今このお話をしている中で出てきた3つのセンターっていうのはこういった関係にあるよということをちょっとご紹介をしたいと思います。で、その中でいくつか簡単に紹介をしたいんですけれども、この統合テレビ、初めのカタログの紹介もちょろっと出てきました統合テレビなんですけれども、まあ、データベースをツールの使い方を、いや講演今日やってるこれ講習会もですね、この統合テレビで後で公開をしますのあるので、もう1500本以上の動画がそこにあります。で DBCAS も基本的にはその NBDC のいろんな共同研究の中でやってることなので、 NBDC の方からもご紹介もしてるんですけども、 DBCLS の方もこういった形でいろんなサービスをまとめています。でカテゴリーでこう絞り込むっていうこともできて、まあデータを解析するツールとか中にコンテンツがあるようなものとか、セマンティックウェブっていうのはそのウェブ上にある情報をいかにこう使いやすくするかということで、いろんな技術なんでのことを、まあ、総称してセマンティックウェブっていうんですけれども、そういったことに関連する技術なのかというようなことで絞り込むこともできますし、あるいは、まあ、データベースを利用する人なのか、それとも、アプリケーションを開発する人なのかということで、そのユーザーとしてどういう人向けなのかなということを一応ラベルもつけてますんで、そういったことで見ていただければと思います。多分この講習会でお話をお聞きになる方っていうのは基本的にはデータベースの利用者かなというふうに思うんですけど、中にはデータの所有者というのことで自分でやってみたいという方もあれば、こういったところからまずきっかけにして見ていただければと思いますので、ぜひぜひこちらも一回覗いてくださいと思います。はい。で最後にちょっと今後に向けてということでお話をしたいんですけれども、先ほどからそのオープン、いろんな言葉でオープンって今オープンデータとかオープンサイエンスとかというふうに言われてますけれども、先ほども言ったのその、セマンティックウェブの世界で非常に有名なティム・バーナーズ・リーさん、この人は WWW って分かります、 W3C っていうあれを一番初めに提唱した人なんですけれども、その人が説明している資料の中にこんなものがあります。データをオープンにするっていうことの意味、じゃあ実際にどこまでいけばそのオープンネスが高まるかということなんですけれども、一番左側、計算機で参照可能なレベル、まあ、PDF で公開してれば何も公開してないよりはずっといいよねということなので、まずそういう段階がありますし、それからそれを次じゃあ Excel で公開すると一応計算機で編集可能になりますよね。だけれどもその次の段階の CSV っていうのは、例えば Excel というアプリケーションによらない使い方ができるような、そういった形式をもっと自由な形式にするとさらにオープンネスが高まる。でそれのさらに先にですね、今 RDF っていうのと LOD っていうのがあるんですけども、これはどちらかというと、ウェブの中でこのデータはここにありますよということをユニークに指すことをちゃんとしましょうというふうにすると、みんながそこを見に行けば、みんながこう見てるものが同じになるというようなことですね。そういった単純に言えばそういったことができるようになるということと、さらにそのデータとデータの関連する意味をきちんと記述してやるとデータ同士の、関連性が分かってくるというようなことがあって、これをどんどん進めていくとデータの利用度も高まってオープン性も高まるというようなことをこのティム・バーナーズ・リーさんは言っています。で私たちがその、
それを目指してやってることの活動について最後ちょっとご紹介をしたいんですけれども、さっきの4段階目出てきた RDF っていうのは、RDF のデータ構造っていうのは実はこの主語、述語、目的語というあの形で、その三つ組構造で、いろんなデータを表すということを基本的な形にしましょうということを今やってるんですね。でここに出している例は、例えば DDBJ に登録された DNA の配列、こういうのがありますと。でこれはウェブ上であの HTTP ので表されるように1位にある、ここにあるということがちゃんと分かるような書き方ができます。でそれについている生物としての情報、タクソノミーですね、タクソノミーの番号は39947ですよっていう、こういう一つの情報を三つ組で表すことができます。で実はその下に今度タクソノミー39947っていうのは、それを、表記するとあのお米ですね、お米だということが分かりますというような、 これも下も三つ組の情報になる。でそうするとこの上にあるタクソノミーと下のタクソノミーっていうのを重ね合わせてやると、まあ元は三つ組の情報なんだけど、それが一つさらにつながった情報になるっていうことができるようになります。それはデータを記述する要素をちゃんと揃える、だからタクソノミーっていうそういう言葉を使うとかですね、そういったことが必要になってくるんですけども、そういったことがあのある意味標準化、データを記述する要素を揃えるってことなんです、ね、でこれができてやると、まあ、拡大をどん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 していくとですね、こんな感じに大きなネットワークにいろんなデータの情報をまとめ上げることができる、これをグラフ構造って言うんですけれども、このグラフ構造っていうのを例えば一回作ってやれば、じゃあこのグラフ構造の上で、検索するっていうのはどういう意味かっていうと、ああいう部分的な今点線で囲んだような情報がありますけれども、この大きなグラフ構造の中からある2つの要素を選んで、それの間のつながりを調べるっていうことがあのだんだんできてくるんじゃないかということで、私たちは今この RDF データというのでいろんなデータベースを記述してほしいということとかをあの推奨しているし、それから皆さんにこういうことをやってもらってデータを帰宅してもらおうというようなことをやって、講習会も開催したりしています。でそれがこの NBDC RDF ポータルっていうところにデータが徐々に集まってきているんですけれども、まあ、データベースをこう RDF 形式でダウンロードしたりすることもできますし、そう簡単なデータベースをまたいだようなあの複雑な検索をあのここの上で試すことができるということで、まあ、この裏の仕組みははっきり言えばあのエンドユーザーさんには別に見せなくてもよくて、あのこれがあってこんな検索ができますよって、その検索できるサービスだけ皆さんにご紹介、ちょっと将来的にできるようになるといいなと思ってるんですけれども、一応こういうことを裏ではやってるんだなということをちょっと頭の片隅に置いといていただきたくて今ご紹介をしています。こんなこういったデータベースのいろんなサービスをやるってことは、結構こういうことが裏で走ってるってこともちょっと知っておいていただきたいなというふうに思います。はい、私のパートはほぼ終了になりましたが、最後に一つお願いがございます。私どものところは、まあ、公的なあの文科省経由のお金でいろんなことを運営させていただいております。で皆さんがどれだけ使っていただいたかっていうことが、実は非常に大きな の、まあ、ある意味評価のファクターになってますので、こうサービスをこんなふうに活用したよってことを、もう差し支えのない範囲で構わないので、もうどんな些細なことでもいいので情報提供していただきたいなというふうに思っておりまして、でサービスページの一番下のところに NBDC 関連サービスの活用に関する情報提供本、どんな些細なことでも結構なので、この NBDC のページとかで紹介しているようなこういうサービス、こんなことに使いましたということがもし報告いただけるのであれば非常にありがたいなと思って、このサイトもご紹介をします。お役に立ちましたかということで、あのお役に立ったようであればぜひぜひご協力いただければというふうに思います。